それでは新郎より新婦めぐみさんのお母様横山恵子さんへ花束の贈呈です。15年前ご主人を病で亡くされ、女手一つで家業の中華店を切り盛りし、一人娘のめぐみさんを立派に育て上げた肝っ玉お母さんの恵子さん。幸せだ幸せだ。これからはそんなお母さんとバトンタッチ。きっと新郎和文さんがめぐみさんと温かい家庭を築いていかれることでしょう。私の人生最高の今日は幸せの日だ。これ以上は何もいらない。それじゃあお母さん元気でね。着いたら電話するしね。お母さん、しばらくは寂しい思いをさせて申し訳ないですが、いずれは日本での勤務になると思いますので。いいのよ和文さん、私のことは気にしないで。まだ50よ、全然元気だし、一人が気楽だもの。それより仕事頑張ってどんと出世目指しなさいよ。老後は任せるわ。めぐみも電話なんかいらないから。国際電話なんてもったいない。頼りがないのは元気な証拠。無駄なお金は使っちゃダメだよ。ほら行った行った。人生最高の5月、いってらっしゃい。新緑も眩しかった。あれはほんの一月前、一人娘のめぐみが結婚して夫となった和文さんの海外転勤で飛び立ち、私はやっと肩の荷を下ろしたと晴れ晴れした気分で二人を見送った。はずだったのに。おいおばちゃん、俺の餃子まだかよ。もう30分も待ってんだぜ。え、注文聞いてたかい。すぐ作るから。もういいよ帰る。はあ、なんだろうこの脱力感。何をするにも億でやる気が出ない。掃除いいか、一人だし張り合いがない。こんな自分は生まれて初めてだ。そりゃうつ病じゃないかい、ケイちゃん。眠れない上に食欲もないなんておかしいよ、あんたが。うつ病？この私が？まさか。旦那が死んだ時だって葬式済んですぐ店やってたんだよ。はい、ラーメンお待ち。その時は娘のめぐみちゃんがまだ小さかったし、旦那の両親の世話もあっただろう。ケイちゃんまで倒れたら暮らせないし、頑張るしかなかったんじゃないか。今だって私が倒れたら私の暮らしはどうなるんだい。そりゃめぐみちゃん夫婦がいるじゃないか。さあさあ、立派な会社のエリート婿が養ってくれるさ。はっ、そんなの。私、子供に頼るような了見はこれっぽっちもないよ。老後だっていざとなりゃ一人で施設に入るつもりなんだから。頭じゃそう思ってもケイちゃんの心は違うんだよ。今までの頑張りが積もり積もってきっと心が疲れたって言ってるんだよ。心が疲れたということで、温泉行こう。温泉、町内会主催の温泉旅行。もう参加者少なくて困ってんだな。ケイちゃん行こう。何よあんたら、人の心配してるふりして。もう。いや、してるよしてるなあ。わかったよ、参加するよ。よっしゃ、これで確定人数。温泉行くぞ。疲れたなんて言ってられなかった。20で見合い結婚して、小さい町の食堂の毎日は戦争。すいません、相席になります。夫は一回り年上で。おい、麺もうあげろ。はい。すでに両親は弱ってて、世話と店に明け暮れし。お父さん、お母さん、お待たせ、ご飯です。忙しい最中に恵まれた子供は、そんな私と夫の疲れを吹き飛ばす宝だった。けれど思いもかけず、15年前夫は病死。相次いで両親も他界し、娘の恵みの成長だけが今思えば心の拠り所だったのかもしれない。お母さん受かった大学。お母さんも一緒に行こうよ。一人だけ置いてなんて行きたくないよ。カズくんもそう言ってるし、向こうで住もう。
ダメダメ、父さんが残してくれたこの店は私の生きがいなの。ありがたいことに町の人もここがなくなったら寂しいって言ってくれてんだよ。お前はお前の家庭を築きなさい。お母さんはお母さんでまだまだ頑張れるんだから。強がりのつもりはなかった。本気でこのまま頑張るつもりだった。あの子らの支えにもなるつもりだった。でも疲れたか。わあ、広い。露天風呂もある。気持ちいい。生き返るよね。若い体、綺麗よね。張りがあって、たるみもなくて、まだまだこれからの体。お先にね。あ、どうも。うん。私はとっくに、終わってるか。あはははは。姉ちゃん、ビールじゃんじゃん持ってきて。まあまあまあ、ケイちゃん、一杯行こう。元気ないって心配してたけど、大丈夫そうじゃないか。しかし、寂しくなったな、めぐみちゃんいなくなって。いっそケイちゃん、再婚したらどうだ。自分の幸せ考えろよ。私が？一体どこの誰がこんな女もらってくれるのよ。私の体重知ってる？100キロよ、100キロ、ほとんど。俺の倍かよ。そりゃ男も尻込みするな。下手に寝たら潰されて足だよ。ケイちゃん二度も未亡人だ。じゃあ私、第二の人生のためにもっぺん温泉入ってくるわ。ああ、汗かいて痩せてこい、痩せてこい。こんなことくらいで泣くなんて、いつもなら笑い飛ばすのに。やっぱり歳か。ああ、歳は取りたくないない。ああ、ん？くそー、せっかく追いついたのに。おっしゃ、あと1点。ああ、くそー。連勝連勝。やるんなら俺らもうやめますし、変わりますよ。いいのいいの、見てるだけだし。でも上手ね、二人とも。選手の人？いや、大学の同好会入ってるだけで、選手ってほどじゃ。しかもほとんど幽霊部員で。そう、おばちゃんもね、高校の時卓球部に入ってたのよ。へえ。んよかったらおばちゃんと遊んでくれない？なんか懐かしくなっちゃって。いいっす、やりましょうやりましょう、温泉卓球。じゃあサーブ、そっちからどうぞ。一回交代で行きましょう。行くわよ。もう30年ぶりくらいだからドキドキ。ぶわっすっげー空振り。おばさん、そんな強く振らない方がいいっすよ。軽く軽く。ごめんごめん、やっぱ忘れてるわ。ほんと、32年ぶりだし。軽く、軽く。そうそう。おお、おばさんうめえ。お前負けてるじゃん。油断油断。本気モードいきます。はっ。はっ。おお、取った。うそ。やべ、マジ？手に、汗。握る。うわぁ、すげえ、おばさん強いっすね。全然ダメ、思うように体が動かない。太りすぎと歳ね。おばさんこそ有名な選手だったんじゃないですか。まさか、いつも県大地区予選落ち。でも個人で県3位まで行ったことあるのよ。その時の相手はインターハイ優勝して。おお、すげえ。もうちょっと打たせてもらってもいいかな。もちろんっすよ、このままじゃ引き下がれませんよ。あ、今度俺がやる。俺が相手、俺が。いきますよ、ミオ王子サーブ。楽しい。なんだろう、この気持ち。楽しい。大丈夫おばさん。
ああ、悔しい。昔ならこれくらい取れてたのに。すごく楽しい。なんだなんだ？ケイちゃん、卓球やってるぞ。体の奥から何かが湧き立つような。おお、惜しい。うまいな、ケイちゃん。忘れてた、こんな気持ち。あった。あら、ラバー溶けてるわ。こりゃ張り替えないと使えないわね。でもラケットの具合は、うん、やっぱりしっくりくるわ。手に馴染むよういろいろ工夫したものね。温泉のはひどかったわ。細いわ。15から16だっけ。この頃45キロなかったものね。卓球か、この年じゃね。いや、あるよ、卓球教室。確か新聞で見たぞ。市のスポーツ教室の一つにあった。うーん、あるんだ、あんな地味な競技。あの愛ちゃんで人気出たしな。入るのか？この前温泉で楽しそうにやってたもんな。無理無理、この体よ。それに年だし。いやー、うまかったぞ。若い学生に負けてなかったし。でもね、今さらね。見学ですか？もちろん結構ですよ。一般の初心者の方の卓球教室は週2回、科目の夜7時から8時半までになってます。上達されれば希望により中級上級クラスに進めますし、各種大会に向けて本格的な指導も受けることができます。私くらいの年齢でも始める人っているんですか？もちろんいらっしゃいますよ。今卓球ブームですし。本当だ、結構年配の人多いわ。あ、あの女の子、彼女まだ中学2年なんですけど、うちで一番の有望選手なんですよ。第二の愛ちゃんになるんじゃないかって評判の。へえ、本当だ、すごくうまい。私の若い頃とはもう全然レベルが違うのね。この前の大学生とも段違い。今の若い世代はどの分野も本当世界レベルですしね。世界レベル、もう少し見学させてもらって、また主人と相談して入るかどうか決めてきます。やっぱり踏ん切りつかないわ。週2回店を夜休むのもね。結構トレーニングもしっかりやってるし、ここまでなまった体じゃついていけないかも。別に大会まで出たいわけじゃないし、やっぱりやめ。見学の方ですか？うん？よければ一緒に参加されませんか？ラケットとシューズはお貸しできますよ。あ、いえ、私は。あら、どこかで見たような面影。あ、杉村コーチ？ん？はい、そうです、ここのコーチですが。いえ、あの、違うんです、私昔山田高校の卓球部でお世話になったもので。山田高校というと県立の？そうです、もう卒業32年なんですけど。30、失礼ですが名前は？あ、横山。あ、いえ、旧姓坂上ですけど覚えてらっしゃいませんよね。坂上恵子くん。あ、いや、忘れるもんか。坂上くんか。いや、変わってない、全然昔のままだな。そんな、先生、私すごい変わりましたって。こんな太っておばさんで。いやいや、面影はほんとそのままだ。なんだ、卓球また始めるのか。歓迎するぞ、お前ならすぐシニアの世界レベルだ。コーチこそ全然変わってないですね。ん？昔私そう言われて卓球部に引っ張られたんですよ。しかも体育の授業中。そうだったか？そうですよ。15の春、新卒でやってきた熱血先生。卓球はいいぞ、坂上、奥が深いぞ。世界、おだてられて、乗せられて。160、161、162。スポコン漫画を地で行く毎日。キャー、勝った！1回戦突破！嘘！でも楽しかった、夢中だった。よくやった！
よくやった、みんなすごいぞ。そして憧れた初恋の人。なんだ、泣くな泣くな。だってコージー、今日からお世話になります横山恵子です。よろしくお願いします。よろしく。よし、まずは柔軟ペア組んで。一緒にどうです、いいんですか。あたたたたた、もう運動不足で。横山さん、最初は無理しないで。はい、コーチ。私の学年の卒業と同時にコーチは大学時代からの恋人と婚約し、会えなく初恋は破れた。大学行ってほしかったな、坂上には。卓球続ければお前は遅咲きでも花が開くと思うんだがな。しかしまあ、坂上はどう進んでも頑張れるやつだしな。高校の3年間コーチは私に才能があると言い続けてくれたけど、特別裕福でもなく。卓球のために大学？女がそんなお大臣じゃあるまいし。だよね、まだまだ女には厳しかった時代。隣町で中華店やってる人でね、真面目でしっかり者らしいよ。ふーん。平凡に結婚して暮らす以外、つゆほどにも思うことなく道を進み、少しずつ少女の自分を。よしよし、いい子だね。忘れていったっけ。ナイススマッシュ、いいぞ横山さん、勘が戻ってきたな。ありがとうございます。筋力は落ちてない。はい、焼き飯お待ちど。毎日振ってた中華鍋のおかげかも。でも体はダメだ、重すぎて動かない。もっと絞らなきゃ。もっと軽く。昔のように、思い通り動けるように。おお、ナイスリターン。楽しい、まだまだいける。私まだまだ。あ、どうした、ケイちゃん。動きが変だな。ギクシャクしてロボットみたいだぞ。卓球でぎっくり腰やっちゃって、コルセットしてるから動きにくいのよ。やっぱり体は正直よね。はい、ラーメンお待ち。いい気になって若い頃みたいに鍛えても全然ついていけないんだもの。がっくりきちゃう。いやでもケイちゃん痩せたじゃないか。うん、すっきりして動きがキビキビしてる。そう、確かに体重は7キロ落ちたのよね。それによく眠れるし食欲もすごいの。ああ、3週間も教室休むなんて悔しい。せっかく上級クラスに行けそうだったのに。なんかすっかり元気になったな、ケイちゃん。そんなに卓球好きなんだ。うん、そうだったみたい。自分でもすっかり忘れてた。なんかまだまだ頑張れそうよ、私。そりゃよかった。めぐみちゃんも安心だ。ゲンさんたちもなんかやんなよ。メタボが怖いって言ってたでしょ。いやー、俺は運動はな。いらっしゃいませ。あ、杉村コーチ。いや、どうも。ぎっくり腰だったってね、心配になってちょっと様子見に。まあまあ、わざわざすいません。走ってるぞ。おい、年がいもなく張り切りすぎたせいで恥ずかしいです。でも軽いですし、すぐ治ります。いやいや、腰は大事にしないとな。坂上さんは昔から頑張る人だから。でも焦らず急がず楽しんでいこう。結果はおのずとついてくるものだから。はい、あのコーチ、よかったらご馳走させてください。うちのラーメンと餃子、焼き飯も結構評判なんですよ。いやいや、それはダメだ。でも食事はさせてもらおうかな。ケイちゃん、お代置いといたぞ。うんうん。ダメだ、上の空だ。ありゃ惚れてるな。家に帰っても娘と二人、インスタントの冷凍物が多くてね。カズミ、入りなさい。今日はここで晩飯にしよう。え？中華なんか嫌だ、カロリー高すぎだもん。私今日はご飯いらない。え？この子、あの第二の愛ちゃん。何を言ってる。ちゃんと食わんとダメだ。学校のコーチが何を言おうと
お前の歳と今の運動量でダイエットなんか必要ないんだ。お父さんは分かってない。古臭いのよお父さんのやり方は。あの量は少なくできますよ。油もあまり使わないで鶏ガラスープに野菜たっぷりの中華雑炊はどう？じゃあそれ。じゃあ僕はラーメンと餃子、ビールももらおうかな。はい。それにしてもお嬢さん、コーチの娘さんだったんですね。すごくプレーのレベルが高くて、教室じゃ第二の愛ちゃんって評判で。いや、この子はまだまだ。今のままじゃ足元にも及ばず終わってしまうでしょうね。ひどい。お父さん、どうしてお父さんは私を決めつけるの？教室でも学校でも私に勝てる人誰もいないのよ。コーチも30年に一人の逸材だって言ってるのに。その言葉を鵜呑みにするようじゃ、到底お前は一流の選手にはなれない。優れた選手はみんな自分自身を見つめることができる。足りない部分を補い、自分をコントロールできるよう努力を積んでいる。お前はまだまだ子供だ。それを自覚していろんなことを今は吸収する時期だ。卓球以外にも勉強や社会常識、友達とかの人間関係、中国への交換留学の話だから、お父さんは反対だ。1年も外国で暮らすより日本で学ぶことはたくさんある。お父さんが反対しても私は行く。お母さんは賛成してくれてるもの。お父さんと違って自慢の娘だって言ってくれるもの。カズミ、お父さん本当は私が嫌いなだけでしょ。私がお母さんそっくりだからそれで八つ当たりしてるだけでしょ。私お母さんと住みたかった。なんで私のこと勝手に決めたのよ。離婚したのだってお父さんのせいでしょ。お父さんが家庭を顧みなかったから。はい、ラーメン、餃子、特製中華雑炊、お待ちどうさま。これはサービス。海藻サラダと生フルーツ入り杏仁豆腐。カロリー控えめ、ミネラルバッチリ。疲れた体にいいわよ。私帰る。カズミ、ちょっと待ちなさい。人様の子供さんだと思って黙って見てたけど、それはあんまり行儀が良くないんじゃない？自分で注文したんだから食べなさい。食べられないんなら包んであげるから静かに座って待ってなさい。注文なんかしてないわよ。そっちが勝手に押し付けたんじゃない。私はこういう料理もありますよと提案して、あなたはそれに応じたでしょ。自分の言葉には責任を持つ。後始末も支払いもお父さんに押し付けて帰るのはおもちゃを片付けられない赤ちゃんと同じだと思わない？いい子ね。すぐ包むからね。すいません坂上さん、みっともないとこを見せて。いいえ、私こそ出しゃばっちゃって。私も娘が一人いて、なんか懐かしくなりました。ちょうどお嬢さんと同じくらいの年の時、反抗期なのか喧嘩ばかりしちゃって。そうですか、娘さんが。そういえば、ご主人は？亡くなったんです、15年前。娘は3ヶ月前に結婚して、今は旦那と海外に。なんかもう、あっという間に年取っちゃって。坂上さんは、きっといい年月を過ごしたんだな。料理の味がそう言ってる。このラーメン、餃子も本当美味しい。和美も少し食べないか？うん。お待ちどうさま、和美ちゃん。傾けるとこぼれるから気をつけてね。私先に帰ってるから。ああ、父さんも食べたらすぐ帰る。見ての通り、娘とはうまくいってなくてね。やっぱり男親じゃ無理なのかと悩んでて。奥さんとは離婚されたんですね、コーチ。うん。恥ずかしながら、あの子の言うように、仕事にかまけて家庭をおろそかにしすぎてね。でもあの子のことは、40過ぎてやっと恵まれた子で、どうしても手放したくなかった。妻も再婚相手に連れ子がいたからね。奥さん、再婚されてるんですか？うん。娘が望むなら母親と暮らすのも仕方ないと今は思ってるが、向こうは向こうでやはり二の足を踏んでて。あの子の通ってる中学はスポーツエリート校でね、娘は中国への卓球交換留学生に選ばれたんだが、今の僕と娘との状態で1年も離れて暮らすのはお互いの溝を深めるだけの気がして。でも娘の言う通りかもしれないな。別れた妻への不満を僕はあの子にぶつけていたのかもしれない。
自分の思い通りにならなかった不満を。坂上さん、体が治ったらあの子と試合をしてもらえないだろうか。試合？あの子があなたに勝てたら留学の話は OK する。そんな、私きっと負けますよ。歯が立ちませんって。それならそれでいいんです。半分はもう許す気でいたから。でもせめてあなたとの試合であの子には大事なことに気づいてほしい。大事なこと？娘の頭には勝つか負けるかしかない。親バカで3つの時からラケットを持たせ、才能があると周りからおだてられたせいか、いつの間にかトップに立つ勝者が全てで、それ以外には意味がないと思ってる。でもそうじゃない。勝ち負けの間にある何かがプレイヤーに膨らみを与える極みへと育ててくれる。苦しみ、その向こうの喜び、負けてもバネとなる悔しさ、他者へ共感できる心、そして何よりも情熱。理屈や計算を超えたひたむきさがなければいずれは伸び悩む。名声や勝敗にとらわれ自分を見失う。かつて坂上さんのプレーには全てがあった。いや、今もあると僕は確信してる。古臭い泥臭いと娘は言うが、人間は機械じゃない。計算通りにことが運ばなくてもそこで終わりじゃない。どう乗り越えるかは一つのチャンスで、そこから人間の可能性は広がり、大きく羽ばたける羽が育つ。娘にはそれが分かってない。ただ転ばず勝つための最短距離しか目に入ってない。本来なら親の僕が伝えるべきことなのに、僕は親失格だ。コーチ、お嬢さんの年分かってます？まだ13ですよ。本当に親バカもいいとこですよ。もし私がその年でそんなこと言われてもポカンとするだけでしたよ、きっと。でも真っ向から反抗するお嬢さんはしっかりしてる。コーチには親の欲目で物足りなく見えても、他人の私には自分をしっかり持ってる頼もしい娘さんに見えますよ。試合、私でよければやらせてください。でもコーチの言いたいことを伝えるとか立派な心構えじゃないです。この年になってあんな強い女の子とやれるなんて、なんかワクワクして仕方ないです。私、前言撤回、勝つ気でいきます。お父さんがおばさんに勝ったら留学許してくれるって言ったけど、おばさん有名な選手だったの？はあ、全然。名もない高校の卓球部員、最高で県大個人3位だったわ。私この前インターハイに出た大学生に勝ったよ。そう、強いのね。でもおばさんだって1年365日30年中華鍋振ってたわよ。中華鍋？たかが10年ちょっと、こんな軽いラケット振ってきただけでしょ。負けないってことよ。負けない。相手が誰でも負けることは考えない。考えるな。悪いイメージは持つな。はい、イメージしない。球を追う、追う。ただひたすら球の行方に集中する。全神経を研ぎ澄ませる。全感覚で反応する、反応する。グリップは少数派のペンホルダー、台上の小技が得意の前陣速攻型ね。でもあの巨体、スピードについてけるわけないわ。ファーストゲーム、杉村トゥーサーブ、アーユーレディ？バックに集めて前後左右徹底的に揺さぶってやる。ラブオール、アップスピン。しまった、浮いた。はっ、ワンゼロ。ふん、強い。これが中学生。技も多彩だ。コントロールも抜群だし、何より勝つことへの意欲がすごい。イレブンツーゲームトゥー杉村。あっという間に2ゲーム取られた。コーチが親バカになる気持ちもよくわかる。ふん、あと1ゲーム。でも球のスピードは単調だ。自分への自信からか、どれも強打気味。思ってる以上にバウンド後に伸びる。不思議、冷静だ私。
昔なら焦って自滅してたパターン。歳の子かな。にしても笑える。下手したら孫くらいの女の子に必死になって。レディー。夢中で食らいつこうとして楽しい。ん？あの遠い位置取り。守備主体のカットマンに徹する気？こっちのミスを待とうってわけね。でも、スタミナ切れは目に見えてるのに。サードゲーム、杉村、トゥーサーブ、ラブオール。そうか。つまり来た球だけを返す。勝負は投げて、しんどい思いはもうしたくないってわけね。それなら望み通り、さっさと楽に終わらせてあげるわ。来る。ショートサーブ、左サイドスピン。え？右サイドギリギリ、低めでリターン。やった！一点先取！動け、動け私の体！自分の限界は作らない。よし、よし、いいぞ！ここまでと思えばそこで終わる。終わらせない、終わらせたくない！私はまだ終わらない！何よ、この人！あんな体でまだ動けるの？もうやめてよ！みっともないのがわからないの？ほら、自分の汗で滑ってるじゃない。勝てるわけないのよ。もう諦めてよ。ワンゲームくらい取ったって、次のゲーム動けるわけないじゃない。お、終わった。しゃナイスリターン、坂上さん。はい、コーチ。怖い。この人怖い。こんな人知らない。どうしてそんなに拾うの？なぜ終われないの？嫌だ、嫌だ。もうやめて、やめたい。やめさせて！フォルト、ゲーム2横山、20-20。取られた。まだやるの？この人と。またこんなゲーム？私、負ける。ああ、楽しいわね。まだまだ何ゲームでも続けたいわ。でも、ごめん、ダメみたい。腰、またやっちゃった。あたたたた。さっきのダイビングが響いたみたい。私の負けです。棄権します。大丈夫か、横山さん。はい、コーチ。すいません、負けちゃって。でも、我ながら、いい試合できたと思います。体力も技術も落ちたけど、昔より粘りが出たっていうか。ああ、すごくいい試合だった。感動したよ。和美はどうだ？横山さんと対戦してどう思った？あ、怖かった。すごく。どこまでも終わらない気がして、怖くてたまらなかった。嬉しいわ。ちゃんと私という相手を感じ取ってくれたのね。どんなにタイプを分析しようと、対戦相手は世界でたった一人。そう思えば怖さよりプレーするのがワクワクして楽しくなるわ。昔、初めての試合の時、あなたのお父さん、コーチにそう教わったの。留学して、これから先もたくさんのプレイヤーと楽しんでね。おばさん、応援してるわ。ありがとうございました。少女の私が、今もここにいる。かすみちゃんごめんね、荷物。コーチいいですって、自分で歩きますって。いかんいかん、腰は気をつけんとな。おばさんってさ、忘れても、もしかしてお父さんのこと好きなの？え？眠ってても、別にいいけど、いない間に勝手に結婚とかはやめてよね。消えたりはしない。もちろんよ、かすみちゃんはお父さん子だものね。そんな卑怯なことしません。ええー、私違うよ。お父さんなんか別に。でも、おばさんはね、死んだ夫とはお見合いだったけど、15年経った今も忘れられないの。多分、おばさん愛してたのね。おい、かずみ、
トイレの途中にお前の好きななんとかラテ売ってたぞ。コーチもきっと別れてもかすみちゃんのお母さんを好きなはずよ。さあそろそろ目を覚まさない？これ違うよ。私の好きなのはキャラメルラテ。ああカフェラテじゃないのか。まあいいけど飲むし。思い殻は脱ぎ捨てて永遠のパッションガールズへ。